2年、ナルトは忍びの世界で憧れの存在になっていた。まさかあいつにモテ期が来るとはね。ステキ？モテ期？女子にモテモテってこと。2年前の戦争で活躍してからすっかり里の英雄だからな。原作の先を描いたストーリー、総監修を務めた感想は、脚本家のことにはうるせえやつだなって思われたかもしれないんですけど、結構細かくチェックして脚本の結構な直しもあったと思うんで、大変だったと思うんですけど、その分いいものができたと思っているので。穏やかな生活を楽しむ忍びたち、しかし新たなる脅威が彼らに迫っていた。月が落ちてくるだと。明らかに月は地球に接近している。最近隕石が多いのも。ご説明します。2つの天体がゆっくりと近づく場合、互いの重力が徐々に作用します。ある一定の距離を超えたところで月の表面が砕け始めます。現在その一部が地表に落ちてきているのだと。でどうなの。月は完全に崩壊し、その残骸は地上に降り注ぎましょう。このままでは人類は絶滅だな。何これ。一方、日向の妹花火が何者かにさらわれてしまう。花火ちゃん。それなら。そして日向の前にも謎の男が。あなたは。僕はトネ、君を迎えに来た。忍びコレクションはナルコレで検索。